沖縄市、インドや、インド雑貨屋で食べるライトなカレー。先日この通りを歩いていると、年配のインドの方お二人がお店の前で話をしていました。その店にはカレー500円と看板が出ています。その時は別の用事があったので、そのお店には入れませんでしたが、今日はそのカレー屋さんを目指して歩いています。こうして街を歩いていて、偶然発見するお店に行くのは楽しみです。理由はまだあまり知られていないお店も多いからです。さて、今日はどういう感じのお店でしょうか。なかなか趣のある入り口です。中に入りましょう。はい、こんにちは。店内は想像とかなり違います。もっと食堂よりの店だと思いましたが、中はインド雑貨屋が8割で食堂が2割な感じです。ご主人がインドの方のようです。カレーを注文しました。カレーは1種類です。パンとご飯が選べるので、私がご飯、後輩がパンにしました。カレーね。カレー。カレー。うん、カレーパンかご飯か。パンで。パンとご飯。なんじゃないよ。なんじゃない。どんなパンですか。食パン。こういうパン。パンといってもインドのナンではなくて、小麦粉を溶いて薄く焼いた感じのものです。これお願いします。一つはパンで一つはご飯ね。はい。こうはしないと。うん。はい、どうも。大丈夫。はい、どうも。平成15年に玄関マットを買いまして、
現在も立派に使っています。平成30年6月の新聞にインドカレーの記事があり、今来ることができました。榛原町塚山より。ということはこのインド屋さん、結構な歴史がありそうなお店ですね。店の奥にあるインド雑貨のお店を見てみます。こっち。はい、どうもありがとう。知ってるあの人、うん、あ、そう、テレビで見ます。音楽の人、うん、一応なんか知ってます。さて、お隣はどうでしょう。後輩はこのダラーダが美味しい美味しいと言って食べています。そうなんだ。カレーの味はマイルドすぎて辛さに期待していた私には拍子抜けでした。カレー専門店風に言うと標準より辛くない2辛程度でしょうか。辛さが苦手な方にもおすすめのお店だと思います。
これだったら夏バテしてても食べれそうです。夏バテしないだろ。やったことある？はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。1人500円でいい？はい、はい、ありがとうございます。あ、2人分で、うん、はい、ではありがとうございます。はい、ありがとう、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。いいよね、ピンとパンとはドキドキライス。ライス？ああ、どうだろうね。お洋服屋さんと思ってたけど、もっともっと雑貨屋では。雑貨屋だね。本来雑貨屋じゃない？もっともっと雑貨屋として。うん。でランチだけ。ねえ。インド人の人からね。あ、そう。よかったね、来て。前通った時さ、発見したんだけど。このおじさん、インド人二人が話してるわけさ。そこで、外で世間話してたから、あ、インド人がやってんだと思って。でも、おじさん一人しか待ってない。うん、たまたま友達が来てたんじゃない？突然の動悸やめまい、誰にも相談できずに一人で悩んでいませんか？まずは、久田病院にご相談ください。 889-3206、 詳しくは、久田病院で検索。あなたは自分の気持ちを大切な人に伝えていますか？筆文字ハピネスでは、子供への初めてのプレゼント、名前やあなたの大切な思いを筆文字に乗せて届きます。温かい筆文字で言葉のプレゼントを。筆文字、まだやってんじゃん。沖縄の有名な編集者をコザの街をバックにインタビュー撮影していると後輩が教えてくれたが、私はこの編集者を知りませんでした。車はバークアベニューの突き当たりにある施設コリンザに停めています。1時間無料です。市立図書館が開いている時には3時間無料券を発行してくれるので、コザの散策にはコリンザは便利な駐車場となっています。なんかすごいあるんだね。さて、本日のインド雑貨のカレーやインド屋さんはいかがだったでしょうか。少し普通の食堂と違いますが、ああした雰囲気も良いと思います。お近くにお立ち寄りの際はぜひ訪問して、インドのおじさんが作るカレーを食べてみてください。パークアベニューの終わりにあるタコス屋、チャーリータコスの前まで来ました。今日も観光さんが多くていいですね。握り
あるわけよ、はい、で前行った時に、はい、そこでえ、そうなんですか。多分これテープによると思う。本日も最後までご視聴ありがとうございました。さ、もうそんなものにまずいということはないわけさ、ああ、ほとんど死にまずかった。あの金の本店みたいなとこあるじゃないですか、 あっちは全然でした。